さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら、AMD のフレーム生成技術、AFMF2 を試していきたいと思います。あれ、これって前回の動画でやらなかったっけ？そうなんです、前回の動画で AFMF2 を実際に試してみた動画を作ったんですが、この動画の時は AFMF2 のベータ版だったんですよね。うん、それで。この動画公開の4日後に AFMF2 の正式版がリリースされたんですよね。それはドンマイとしか言えないわね。なので今回は AFMF2 の正式版でベータ版との違いなんかも見ていきたいと思います。なるほど、どんな違いがあったのかも気になるわね。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。ではまずは AFMF について簡単におさらいです。こちらは前回もやっているので簡単に説明しますね。正式名称 AMD フルイドモーションフレームスといって、フレームレートを上げてスムーズな動きを実現するために設計されたフレーム生成テクノロジーになります。基本的にどんなゲームにも対応できるので、対応ソフトなどを探さなくて良いのも使いやすいところだと思います。 AFMF から AFMF2 へはこのような改善点がありました。特に一番上のフレーム生成時間を短縮と高速モーション時の生成品質を向上が大きな改善点かなと思います。 AFMF2 に対応している GPU はRadeon RX6000 シリーズ、Radeon RX7000 シリーズ、Radeon 800M グラフィックスシリーズ、 Radeon 700M グラフィックスシリーズ、そして今回新たに Ryzen AI 300シリーズも追加されました。 Ryzen AI 300シリーズ。 Ryzen AI 300シリーズとは新しいノートパソコン向け APU で、高性能な CPU と高性能な GPU を統合したシステムオンチップとなっており、名称に AI とついていることからもわかるように、高性能な推論アクセラレータも統合した AI 時代のパソコンに合わせて設計された APU になります。Ryzen AI 300シリーズは、2024年7月時点で Ryzen AI 9 HX370 と Ryzen AI 9 365の2モデルがラインナップされています。こちらについては今後いろいろと出てくるかと思います。では続いて実際に AFMF2 をインストールしてみましょう。インストール方法は2通りあって、1つは AMD ソフトウェアの右上にあるドライバーとソフトウェアのところからダウンロードを押すか、もう1つは公式ホームページからドライバーをダウンロードするかのどちらかとなります。AMD ソフトウェアからダウンロードするのが簡単なのでおすすめですね。公式ホームページからダウンロードした場合はこのようにドライバーインストール画面が出るので、画面に沿って次へ次へと押していくとインストールされます。だいたい5分ぐらいで更新はできました。では今回検証に使っていくパーツのご紹介です。CPU は AMD Ryzen 7 7800X3D、 マザーボードは ASRock X670 E スチールレジェンド、 GPU はクロート指向 AMD Radeon RX7600 RX7600。 こちら今回どの GPU を使おうか悩んだんですが、一番下のモデルの方が AFMF2 を使った時の差がわかりやすいかなと思って、今回は RX7600 で検証をしてみました。 RX7600 は動画編集時点で最安37,980円と価格的にもお手頃な GPU となっています。この価格帯の GPU で AFMF2 を使ってある程度 FPS が出せればかなりいいかもしれませんね。残りのパーツは書いてある通りになります。それでは検証行ってみましょう。シュララ。ファイナルファンタジー14黄金のレガシー。まずは FF14 ベンチマークからやっていきます。今回は解像度フル HD の最高設定で、左から AFMF なし、AFMF、AFMF2 ベータ版、AFMF2 でそれぞれ検証してみました。AFMF のありとなしでは FPS に大きな差があるのははっきりしていますね。で、さらに大きな変化と言えるのがフレームジェンラグと書かれている部分です。こちらはフレームレートが表示されるまでの遅延時間となっています。数字が少ない方がより遅延が少ないということなんですが、AFMF に比べて AFMF2 は半分以下の時間になってるってこと？そうなんです。なので同じような FPS 表示なんですが、AFMF2 の方が遅延時間が少ないってことになりますね。ちなみにベータ版と正式版ではほとんど差がなかったので、性能としてはベータ版でも問題はないのかもしれませんね。では次。サイバーパンク2077。続いては激おもベンチマークのサイバーパンク2077です。設定はレイトレーシングウルトラで行いました。こちらも FPS としてはバイトまではいきませんが、レイトレーシングウルトラで 60fps 近くまで出せてます。シーンによっては40台まで下がることもありますが、設定を変えれば AFMF で平均60は出せそうですね。またこちらも先ほどの FF14 ベンチマーク同様、フレームジェンラグは半分程度になっています。サイバーパンクはベータ版よりも正式版の方がより短くなっていますね。この辺はソフトによって正式版の方がより良い結果になるのかもしれませんね。FPS に関してはシーンによって AFMF の方が高いところもありますが、フレームジェンラグも含めると正式版の方が良さそうですね。こちらは FSR3 もオンにしたものになります。AFMF と FSR を併用することでフル HD とはいえ、FPS が100前後になりました。
これは AFMF なしのものと比べると絶対に設定しておいた方がいいものかなとは思います。ただこの状態だと AFMF2 よりも AFMF の方が FPS は出ています。フレームジェンラグは AFMF2 の方がいいのですが、これはどっちの方がいいんでしょうかね。では次。フォースポークン。続いてはフォースポークンも試してみました。設定は最高設定でまずは FSR は切った状態での計測です。こちらも重めのベンチマークではあり、やはり AFMF ありとなしでは差が出ていますね。ただ、先ほどまでの倍近いスコアまではいかないです。フレームジェンラグはやはり AFMF と AFMF2 では差が出ています。逆にこのタイトルだとラグの差がかなり大きいなといった印象です。確かに AFMF は50を超えたり100近く行ったりなのに、AFMF2 の方は30前後ね。それだけ早くフレーム生成ができているってことですね。続いて FSR3 をクオリティにして、フレームジェネレーションをオンにしてみました。すると先ほどよりも FPS がかなり向上しました。ほんとだ、急に100以上出るようになったわね。先ほどのサイバーパンクもですが、FSR に対応しているゲームの場合は、AFMF と併用して使用するのが良さそうですね。これだとかなり FPS にも差が出ているので AFMF のメリットが大きく感じれるかと思います。では次。シティーズスカイライン2。続いてはシティーズスカイライン2です。設定は最高設定で10万人の都市での計測になります。こちらも激重ゲームなのですが、AFMF ありとなしでは倍ぐらい FPS が上がっています。それでも重いんですが RX7600 でシティーズが遊べると考えれば AFMF はかなりいいんじゃないかなと思います。ただ AFMF と AFMF2 の FPS の差はほとんどありません。それでもラグの時間は3倍近い差になっているので、この辺は AFMF2 との差が出ているのかなと思います。まあシミュレーションゲームなのでラグの時間が早いからいいってこともないんですが、あと前回 RX7700XD の時に CPU の温度差が気になるというコメントもあったのですが、確かに AFMF ありとなしの時は多少 CPU の温度が上がっているのですが、このぐらいの温度の差なら AFMF を使った方がゲーム自体は快適になるんじゃないかなと思います。ちなみにこれより前のベンチマーク系でもそこまで差がないので、気になった方はちょっと戻ってみてください。では次。Apex Legends。それでは Apex です。設定は最高設定で行いました。なぜかパフォーマンス表示の大きさが揃わなくてすみません。まずは射撃訓練場のバンガウルトから見ていきましょう。あと一番左の AFMF を切った状態だとなぜか FPS が144から上にはいきませんでした。なぜか AFMF2 の正式版だと FPS が他のより落ちてる傾向にありました。まあでも FPS だけ見ればこのぐらい出ていれば問題ないのかなと思います。で、次の実験なのですが、画面が激しく揺れるのでご注意ください。うわ、なにこれ。はい、これなんですが、 AFMF は高速モーション時のフレーム生成が苦手だったんですよね。確かに画面を揺らした時に FPS がそれぞれ144まで下がっているんですが、 AFMF2 はラグが5ミリ秒と AFMF よりも早く生成しているのがわかります。ただこの生成のわずかな時間が FPS ゲームには違和感として感じる方もいるかと思います。実際私も AFMF を使用して Apex をやった時に変な違和感を感じました。ただその違和感も AFMF2 の時はちょっと軽減されたなとも感じたので、その辺は実際に皆さんも使用してみてください。あとは AFMF2 正式版の方が FPS がガタ落ちしてるのもちょっと気にはなりましたね。確かに144切ってるし。ということで今回はAMD のフレーム生成技術 AFMF2 正式版を試してみました。あんた的にはどうだった?前回 AFMF2 のベータ版を試したんですが、ベータ版とさほど変化ありませんでしたね。確かにそうね。ただ前回測定しなかったフレームジェンラグなどを見ると、AFMF と比べて生成時間がかなり早くなったっていうのがわかりました。そういう点から AMD のグラボを使っている方は AFMF2 にアップグレードするのがおすすめかなと思いますね。確かにゲームも選ばないしね。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃん、けん、ポン。またね。昨日19時間も寝てたって本当?がっつり寝ちゃいました。後で洗濯物干しておいてね。あ、はい。